今日は明けましておめでとうですよね、うん、うさぎ年20231月1日初うさぎ年ですね、今回、うん、ついにな、うん、よしはい、やりましょう。はい。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。うさぎ年です、うん。はい。じゃあ、新年早々これやります。うん、これね。これもう分かったやろ。これ何回もしとるけん、これ。うん、徳は子ならず。必ず隣。はい。うん、もう分かったよ。あ、そう、そういうこと。分かったね、覚えたね、ついに。いいこと、ちょっと自分に。そう、ついに覚えたね。うん。これ3回か4回からずっと用意ね。これね、なんでこの1月1日、一番最初のこの勉強に持ってきたかというと、うん、これが一番大事だから、うん。この言葉が一番大事だから。俺も、これをずっと、うん、座右の銘とかね、うん、ずっと心とかに置いて、生きとるのこれ徳は子ならず本当に行いをよくしとけば人になることはありませんよ、うん、必ず絶対誰かがいますよ、うん、本当そうのほんまそういうこと、うん、そこさえ守っとけば人になることはない、うん、それは好き嫌いがあるかもしれないけど、うん、そこで離れていく人はそれまでの縁だから、うん、人間関係でそういうこと、うん、去るものは追わずっていう言葉もあるけど、うん、去っていくんだったらもう追いわざわざ追っていく必要ないこっちもそれまでの縁なんですね、うんうん、だから自分のにこう自分がちゃんとしとけば寄ってくる必ず隣に見渡した時におる人がずっと仲間、うんね、でそういう気持ちで今年のうちで頑張ろうね、うんうんじゃあ、今年も頑張ります。頑張ります。おしまい。おしまい。ななちゃんおめでとう。ななちゃんの年だ。ついにななちゃんのおめでとう。